一人暮らし用の冷蔵庫ってどれがいいんだろう。以前冷蔵庫の比較動画を上げたのですが、一人暮らし用あるいは2代目用に小型冷蔵庫についても知りたいという意見がありましたので、今回調べてきました。本動画ではスペック表や口コミを参考に5社の冷蔵庫の強み弱みを解説していこうと思います。具体的な話をする前に、小型冷蔵庫の選び方について簡単に触れておきます。まずは大きさです。ここは自炊するかしないかで大きく分かれるところですが、全く自炊しない、飲み物を冷やすくらいということであれば、100リットル以下の冷凍庫なしの冷蔵庫だけで十分です。自炊はそんなにしないけど、飲み物を冷やしたり少し買い置きをしたり冷凍食品も食べるという方ならば、100から150リットル頻繁に自炊し、食材も保存するということですと、150から200リットル、あるいはそれ以上の冷蔵庫が必要になります。今回は各社のコンパクトサイズのラインナップを見ていると、おおよそ200リットル程度までが該当しましたので、200リットルまでの冷蔵庫について紹介します。次に冷却方式です。冷却器が冷蔵庫内にあるものを直冷式、外にあるものを寒冷式、あるいはファン式と呼びます。それぞれメリット、デメリットがあります。直冷式のメリットは何と言っても安いこと、電気代が安いことです。一方、デメリットは霜が発生すること。霜は冷蔵庫のドアの開閉で水分を含んだ空気が入り、それが冷やされ冷却器に付着します。放置すると次第に大きくなり、食材が入らないどころか冷却効率も悪化していきます。定期的にメンテナンスする必要があり、そのためには冷蔵庫の電源を一度落とし、氷を溶かす作業が必要となり、非常に手間です。また、再度冷却するために電気代もかかり、いくら電気代が安いといっても、寒冷式とそこまで大きな差はないという意見もあります。シャチパンは小さい頃、この霜をアイス代わりに食べていた気がします。寒冷式のメリットは、この霜を自動で除去することです。デメリットは直冷式より少し値段が高いことです。今回調査したところ、120リットル以下の冷蔵庫については寒冷式の機種はありませんでした。コストが上がるのもそうでしょうが、小さいモデルにこの機能をつけるのは技術的に難しいのだそうです。今回は寒冷式の120から200リットル、そして冷凍庫もあるモデルに絞り、各社の比較をしていこうと思います。それでは早速5社、三菱、パナソニック、アクア、ハイアール、シャープの比較をしていきましょう。まずは総容量です。各社の総容量と冷凍庫の容量を合わせて記載しています。特徴を見ていきましょう。三菱のラインナップは146リットル168リットルモデルの2つあります。上が冷蔵庫、下が冷凍庫のタイプとなります。先に言ってしまいますが、今回ご紹介する冷蔵庫が全てこのタイプです。冷蔵、冷凍庫の容量バランスが取れた冷蔵庫となります。続いてパナソニックです。パナソニックも三菱と同じく2ラインナップで138リットル168リットルモデルです。容量比較的にも三菱と似ており、バランスが取れた冷蔵庫となります。次にハイアールです。ハイアールは1984年に中国の青島で設立された家電メーカーです。白物家電が強く、冷蔵庫や洗濯機の世界シェアはナンバーワンです。ハイアールも2ラインナップで148リットル173リットルモデルがあります。下の冷凍庫は他社と構成が異なり、扉を開けると2段の引き出し式クリアバスケットとなっています。容量比率的には冷凍庫が広めに取られた冷蔵庫となります。次にアクアです。アクアは先ほどご紹介した世界ナンバーワンの白物家電メーカー、ハイアールグループ傘下の家電メーカーです。旧三洋電機がパナソニックに買収された際、
重複していた白物家電部門がハイアールに売却されたことにより設立されました。ハイアールとは別のブランドで、設計開発自体も日本で行われています。製品の位置づけ的にはハイアールの日本向け高級ブランドというイメージとなります。ラインナップは3つあり、126リットル、168リットル、201リットルと幅広いです。また容量比率的にはハイアールと同じく冷凍庫が広めです。色も168リットルクラスだけですが、他社にはない赤色があります。最後にシャープです。ラインナップ的には最も多く、137リットル、152リットル、167リットル、179リットルの4つあり、冷凍庫が広めに取られたモデルとバランス型のモデルがあるのが特徴です。次に大きさです。幅、奥行きを記載しています。アクアとシャープが2つありますが、これは容量によって変わってきます。その線引きはここになりますので、設置予定のスペース、搬入経路を確認してみてください。断熱材の厚さなどによっては冷気が逃げてしまい維持費に関わってきますので、一概に小さければ小さいほどいいというわけではありませんが、こうしてみると奥行きはそこまで大きい差はないものの、幅は少しアクアのモデルが大きいです。次に静音性です。静音性についてはデシベルという単位で記されています。各メーカーのスペック値を記載しています。20デシベルってどれくらいの騒音かというと、ほとんど聞こえないレベルで、木の葉の触れ合う音より少し大きいくらいだそうです。しかし実はこの数値すべて約と書いてあり、メーカーによっては大々的に書いていないケースもありました。どういうことかというと、先に言ってしまいますが、小型冷蔵庫の口コミで最も多かった不満が圧倒的に静音性でした。同じ製品でも静かで満足している方から、うるさくて眠れないという方までおり、交換で静かになったという書き込みも多かったことから、部品のスペックばらつきが大きいのだと思います。各社、ワースト値を書くことはできませんし、保証もできないので、約とつけているんですね。この値はスペック値の競争により、形骸化している可能性があります。あくまで目安として捉えた方が良さそうです。また、騒音試験は日本産業規格というもので、試験条件は定められていたのですが、冷蔵庫が定格運転で安定状態に達した時の騒音を1メートル離れて測定するとあるので、実施用環境とは異なるのかもしれません。あまりにもうるさすぎると感じたら、泣き寝入りせず、サポートセンターや購入先に相談してみることをお勧めします。シャチパンのアパートの隣人はよく激しい夫婦喧嘩をするんですが、この騒音表からするとセミレベルでしょうか。続いて維持費です。消費電力から年間電気代として換算しています。こうしてみるとハイアールが最も維持費が安く、他は横ばいといったところです。次に価格です。お店や販売時期、モデルによって変わりますが、三菱、パナソニックが高く、次いでシャープ、アクア、そしてハイアールが最も安いという傾向にありそうでした。続いて口コミです。今回ご紹介したモデルはすべて100度の耐熱トップテーブル式なので、オーブンレンジや炊飯器などを上に置けるタイプです。各社好評でした。シャチパンの実家ではトースターの上に雑誌が置いてあり、今思えばなぜ火事にならなかったのか不思議です。三菱は静音性を褒める声が多かったです。実はどのメーカーでも音がうるさいという意見が一定数あったのですが、その比率が最も少なく感じました。それと温度調節が冷凍・冷蔵別々にできるのがいいという意見がありました。悪かった意見は少し高い程度で、目立った不評もなかったことが印象的でした。次にパナソニックです。至って普通で満足という意見が多かったです。もともと小型冷蔵庫は多機能ではありませんから、普通の冷蔵庫を求める方が多く、この意見は褒め言葉であると思います。
悪かった意見としては、温度調節を冷凍庫、冷蔵庫別々にしたかった。少しうるさいかなという意見がちらほらありました。続いてハイアールです。ハイアールは維持費、コスパを褒める声が多かったです。それと温度調節が三菱と同じく別々に調節できるのが好評でした。冷凍庫が大きいことも褒める声が多かったです。悪かった意見としては、初期不良が他社より少し多く感じたこと、冷凍室のクリアバスケットが使いづらいという意見がありました。他社は引き出しなのですが、ハイアールは一旦扉を開け引き出しなので一手間増えます。冷凍食品の整理には便利ですが、人によっては使いづらいのかもしれません。次にアクアです。こちらも温度調節が別々、冷凍室が大きめなのがポイントが高かったです。悪かった意見は少しうるさいという意見がちらほら。説明書にもあるのですが、冷蔵上段は少し冷えづらいことがあるそうです。続いてシャープです。どっちもドアが非常に好評でした。自分でドアを付け替えし、右開き、左開き選択できるので、引っ越しによる間取りに影響を受けない強みがあります。また、モデルによってはプラズマクラスターがあることも好評でした。一方、悪かった意見としては、うるさいという意見が多かったこと、部品のばらつきからなのか、他社よりも騒音の不評が多く寄せられている印象でした。最後に満足度です。これは現モデルから数年前のモデルまでの5点満点の満足度平均点数です。最も高かったのは、口コミでも不評の少なかった三菱でした。ハイアールは初期不良で、シャープは静音性で少し他社より点数を落とした結果となりました。さて、まだご紹介できていない項目もあるかと思いますが、各社の特徴についてざっと比較しました。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、候補を絞り、冷蔵庫内のパーテーションの高さを含めた広さや奥行き、サイドポケットなど、量販店などで最終確認をしてみてください。また、本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。さて、今回の動画はこれで終わりです。本動画が参考になったっていう方、もしくはシャチパンの独り言、冷凍庫並みに冷え切ってるんだけどって思った方は、高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。